日本はユーモアがないね。1曲目が終わったとき、席を立って帰ろうとした彼ら。しかし、2曲目が始まるとまるで決まっていたように、一斉に立ち上がって拍手を送ります。皆さんは世界最大級の軍楽祭、オランダミリタリータトゥーをご存知ですか？そこは、招待された国の軍楽隊のみがパフォーマンスを披露する最高峰のステージ。日本の軍楽隊は数万人の観客を魅了します。しかし、1曲目が終わった時に彼らは席を立ちます。過去に日本の軍楽隊のパフォーマンスを見た外国人は、日本の公演はすごいけれど、ユーモアがないね、同じように見えてしまうよ、という反応を見せます。日本の軍楽隊はそれらを知っていたかのように、彼らの想像をはるかに上回るパフォーマンスを見せました。一体どんな公演だったのでしょう。今から詳しく見ていきます。陸軍、海軍、空軍などに所属する楽隊。遠い昔、剣と槍、弓で土地を争っていた時代、とある軍師が画期的な方法を見つけ出しました。それは音で意思疎通をするということでした。今までの指揮官が伝令で各隊に伝える方法は兵士が動くまでに時間がかかります。それは勝敗にも大きく影響しました。しかし、音で意思疎通をするアイデアにより、戦場の戦い方は大きく変化し、敗北から習い、楽隊の存在は大きく知れ渡りました。そうして音の効果的な使い方は研究を重ねられ、多くの戦で活躍します。しかし、時代は変わり弓から銃になることで、戦の中心も遠距離へと変化しました。こうして活躍の場がなくなった軍楽隊は徐々に数を減らしました。しかし、現在の軍楽隊は各国独自の文化を反映して私たちの知っている姿に進化を遂げています。そして、様々な国の軍楽隊の進化を披露する軍楽祭が登場しました。その中でも、オランダ、ミリタリー、タトゥーは60年以上続く伝統的な軍楽祭として挙げられます。多くの観客を魅了するオランダ、ミリタリー、タトゥーは、国際的なイベントで多くの国を代表する軍楽隊が参加します。イベントを主催するオランダも多くの観客を魅了することのできる、ハイレベルなパフォーマンスのできる軍楽隊を招待する必要があります。私たち日本はオランダ国防省の招待を受け参加し、3日間観客を魅了し続けました。それは日本の軍楽隊が世界に認められた証拠といえます。参加した彼らはその期待に応えるかのように、素晴らしいパフォーマンスで会場を盛り上げました。それは今回のオランダ、ミリタリー、タトゥーでも例外ではありませんでした。
日本独自の文化で進化を遂げた我々の軍楽隊のパフォーマンスはいかがでしたか。観客の反応を見ても分かる通り、期待を上回るパフォーマンスだったのではないでしょうか。世界で我々日本を代表して素晴らしい公演を行う軍楽隊に拍手を送りましょう。今日の映像はこれで終わりです。視聴していただきありがとうございました。